はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ドラミです。いやー、侍ジャパン戦、9回の表まで見てました。9回の表にね、日本が大量得点を取って、まあ 4-0 なのかな、はい、で9回の裏というところです。いや、もうとにかく、まあ、今日はもうほぼ勝ち確でしょ。いや、このまま勝ってほしい。まあ、今日はね、もうとにかくもうピッチャー陣が良かったのと、あと森下選手、あと門脇選手、この2名が素晴らしいバッティングを見せてくださいました。まあ、森下選手が5塁打、門脇選手が4塁打なのかな、はい、今日打ってくれて、いや素晴らしいバッティングでしたね。まあ、特に思ったことは、台湾のピッチャー陣が前回大会に比べて球速上がってるんじゃないかっていう、みんな150キロ投げてるまあ結構ねレベルの高い、投手陣やなと思いながら、はい、見てましたね。まあ今日は、そんな台湾に、まあ、見事いいゲームをした、侍ジャパンの監督をね、作成していきたいなと思います。井端さん、まず頑張っていきますか。前回はなかなかにミート打ちの闇が出てしまった。今日こそミート打ちの闇を乗り越えていきたい。行きましょう。山田さん、コンドラどうもです。シャインカントリーさん、あずすけさん、コンドラスタンプ、コンドラですよ、シャイ。ハイトさんとね、クリボーさん、コンドラスタンプありがとうございます。井端選手作成、井端監督作成2日目頑張ってあります。あー、まずミート打ちか。昨日は闇が出すぎてしまった。今日こそ頑張りたい。うわー、これ渾身の決勝だ。ルート井端さんで行くしかない、狙うしかない。やるか。ザンスブロンコもあるんだが、いや、行きましょう。一応千代姫、ワンチャン玉三郎スカウトっていう感じですかね。ということで、よいしょ、コンボ大事、ありがとうございます。コンボ恵まれますように、やりましょう。いや、門脇さんも森下さんも大卒1年目、ルーキーの選手、その選手がいきなり侍ジャパンでさ、ね、あんだけ打つっていう。よし、ラグナロクは来てくれた。いけるかな。2回戦、まあ、スルメルートだった場合が、千代姫玉三郎から3回戦にマントル高校で、ゴブリンと天王寺っていう感じのルートかな。で4回戦に、最強大学がエビル高校でコンボあり、2回戦ぶっちぎり大学だった場合が、社長と大豪月を起こした後に3回戦アスレティスを引いてオクタビア、3人コンボで4回戦エビル高校でコンボありっていう感じですかね。ということで、厳選一発目、いい初期面来てくれた。ラグナロクも来てくれた。頑張っていきたいなと思います。さあ、いやー、でも本当に今日台湾のピッチャー良かったな。ガチでさ、日本のチームに入ってもローテーション全然回せますよね。あのピッチャー、あの先発ピッチャー、結構レベル高かったっすよ。いいストレート投げてました。まあ、井端さん2番ショートでいくか。で、海日の下もコンドラさん、どうもいらっしゃい。コンドラです。渾身の同点打があればいや、そしたらあの時の WBC 井端さんのね、まあ、あの時も台湾戦だったか。いや、もうそういうゲームなのに渾身の同点打はない、渾身の決勝打っすね。まあでもあの場面ホームラン打ったらホームラン打ったら逆転だったんで、まあ、ある意味渾身の決勝だわ。合ってる。いや、どうもコンドラです。いや、本当に台湾のピッチャーレベル上がったと思う。特にこの 5,6 年で。しかも今日のその台湾の先発ピッチャーの年齢が23歳。
まずは初球、うん、初球を打ちました、取りました。これでいや結構ね彼注目するべきだと思いますね。第9球投げました、強引に振りに行った、投げました、打った、ファウル。あとはなんだっけ、日本ハムが今シーズン18歳の台湾の少年を契約したんでしたっけ。平均球速、まあ最高球速は156キロとか、今日のピッチャーの、その台湾の先発ピッチャーのね、最高球速157キロらしい。まあ今日は実際151、2キロ投げてたし、いや本当に本当にいいボール投げてましたね。ひんの、そんなん取れるわけがねえ、ひど、無理すんな。その能力でスライディングキャッチ取れるわけがないんよ、日野くん。捕球8。赤得エラー持ち。じゃあどうも、こんなです。まずは初球。よいしょ。いや、井端さん、もうとにかく初陣。いや、でも井端さん、初陣勝利してよかったっすね。ヒットを放ちました。初球はダブルのスティール。もうここから勝ち続けてほしい。これは楽々セーブ。公式戦。世界大会の公式戦を勝ち続けて。いや頑張っていってほしいですね。いや今度はどうです、あ経験値表どうです、よいしょ、経験値一応カウントはしてる。よきよきよき、初回で経験点がいいね、50点超えっていうのは素晴らしい。第2球はよいしょ、打ちました、いい当たり、ナイス。オッケー、これで各経験点50点超え。来てるよ流れが。得点につなげたい。クロスプレイ、タッチアウト。でもってここで走れればでかい。第9をさあ発射した。キャッチャー3塁へ。無理か。あぶね、いけた。ダブルスチール成功。ランナーもう臨床いい感じかな。高速シンカーはストライク。あとは筋力を3倍。3倍か。パワフェスチャレンジャーズ先制のチャンス、ツーアウトランナー2塁3塁。よいしょ、トレンドに完全試合ってあった。6イニング完全でしたっけ。門脇さんのツーベースまでが日本ノーヒットだったんですよね。まあでも惜しい当たりは結構ありましたよ。岡林さんの1回のね、先頭打者でのバッティング、あれレフトライナーになってしまいましたけど、うん、打った瞬間本当にヒットかと思いましたもん。あとは誰だっけな、もう一本途中にあったんですよね、ちょっと痛烈な当たりが。これは切れてファール。打った。ボールはライナーで左中間へ。左中間へのヒット。いやでもそれ以外は結構打てなかったんでね。うん、いや本当にあの台湾のピッチャーめちゃくちゃいいピッチャーだと思う。あと台湾のショートのさ、9回の表のファインプレー。でも台湾野球がどんどんレベルアップしてるようでめちゃくちゃ嬉しかったわ。まあ、実際世界大会、18歳以下の世界大会とかでもね、世界一になってるし、かなり上位の成績残してるんですよね、台湾の若手代表がね。うん、ここ最近の台湾は本当に勢いが素晴らしい。ヒットになります。あ、サッカー結局 5-0 までいったんだ。多分ね、自分あの3点目と5点目見れてない。1点目と2点目と4点目見ました。4点目はね、上田綾さんだっけ、めちゃくちゃうまかったっす、あの足の甲でポンって。さあ外してくるのか、インコース引っ張った、三塁線ライナー破った。いやもうサッカーも野球も強いっすね、日本は。これ記録スリーベースある、もしかして。どっち、やべえ、記録はスリーベース、マジか。ラグナロク軍港追う展開、まあ失点するんだけど。ここでバッターボックスは強い、大内、このリードは守りきりたい。投球2球目打ちました。いや、よきよきよき、これでアウトが3つ、攻守交代です。
3回の表が終わった。またこっから4点差にすれば経験点マックスできるはず。投げた外角高めいっぱいストライク。まずは様子を伺います。打ちました。これはヒットになります。まさかミャンマーとシリアと北朝鮮でしたっけ。スルーします。そしてバッターはそのバッティングで点差を広げていきたい。まあ北朝鮮はこの前のなんだっけアジア大会でしたっけ、投げた結構ラフプレーになってたから、ボールを掴んだ。いやー心配ですね。ワンアウトランナー。さあ雲行きが怪しくなってきました。もう怪我なく終えられますように。取ってこれでスリーアウトチェンジ。では改めてリプレイでご覧いただきましょう。パワフェスチャレンジャーズ、ここはなんとかしのぎたい。そして迎えるバッターはスユキ。いやリアルでもああいう横飛びファインプレー見るとやっぱ盛り上がると思う。サッカーはワールドカップのアジア予選、まあ、アジア大会みたいなもんか。第2球を投げました。ストライク。胸元厳しいところ。よいしょ。勝ったら世界大会。次は何で来るか。あーダメだこりゃ。これはきっとなってしまいそうだ。アジア代表として進出。いやビビロンさん、ヨーヨーさんもこのラサンプどうもです。いや森下選手のホームラン、あれ良かったですね。高めのストレート弾き返して、その前のさ何回か忘れたけど、あの佐藤輝明さんの打席がね完全にしてやられてたんですよ。もう全部ストレート。でボールが前に飛ばなくて完全にストレートにこう、まあ、差し込まられてるみたいな感じで、もうポイント前で捉えることができてなくて、あれは正直言って舐められた、ね、配球だったと思う。まあでもそれを、ね、同じチームである森下さんがこう打ち返してくれたっていうのが良、まあ、かったかな。せっかくアーチスト4コンボでレイブ戦まで行けたのに、オート4失点。オート失点が怖い。よいしょ。このゲームコンピューターによる失点も普通にありますからね。失点ペナルティーがあっても、おっと貫通。まあその分経験点を稼がなければいけない。パワフェスチャレンジャー、運も味方につけます。パワフェスチャレンジャー、キッカーリードを2点に広げます。投げた、初球を打ちました。ヒット、レフト前ヒットになった。ひとまずいい感じ。平林、いや本当に台湾の先発ピッチャー良かったですね。さあやべ、もう今日はこの打席は何を見せてくれるのか。あのピッチャーを見つけたことが、うん、収穫やったと思う。日本球界結構の、ね、球団がこのスカウト行くんじゃないですかね。いやマジでいいストレート投げてましたよ。でまだ23歳。さあ初球ランナー走った。いやベンチディアンス大丈夫、日野くん落とすから。よし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 。記録はセンターのエラー。矢部くん一塁からセンターフライでホームまで。日野くん落とすことを信じて走らせてよかった。さあ打席にはヤメモン、何かを狙っている表情だ。投げました。いや日野くんある意味もう信頼感抜群だねこれは。ということで、勝利ありがとうございました。 4-0 で勝ってるみたいだね日本。いやとにかく投手陣すごいですね日本は。台湾のバッター陣がこう得点できる、うん、もうそういう感覚がほとんどなかった。高橋投手も良かったし、まあ、及川さんも良かったし、桐敷さんも良かったし、根本さんもね、さす
この前練習試合で投げたんかな、ちょっとそこ見てなかったんですけど、うん、今日ピッチング見る限りでは本当に、いやもういいピッチングしたなと思います。あとは、あとは何試合あるんだ。オーストラリアと韓国と台湾、日本、総当たりで当たった後が決勝戦でしたっけ。あとマックス3試合か。まあ合計4試合もう怪我なくしっかりとこうやりきってほしいですね。さあここ2回戦ぶっちぎり A ルートか、2回戦スルメ大学の B ルートか、それともどっちとも来ないことはなかった、よかったオッケー、どっちとも来ないゲームオーバールートではなかった。ああよかった、スルメギリギリ来てたね。いや怖いって最初からそこにいてくれよ。いや今度はダメです。韓国はもう少し強くなってほしい。まあ、今日韓国勝って日本と韓国が一緒、台湾とオーストラリアがもうあとなくなったんかな。さあ果たしてどうなるか。残り3試合か、マックス3試合。なんだかんだ言ってまあ短い大会やね、そういう意味だと。この大会が終わったらしばらく本当にもう野球見れなくなるし寂しくなるなもう最後の最後までしっかりと味わおう、野球を味わおう。センター日野、センター日野怖え、ファーストやべえもんも怖い。まあいっか、いきます。まあ、とりあえずもう3人コンボルートなくなっちゃったんですけど、ひとまず3回戦マントル高校、4回戦がイビル高校か最強大学ならコンボの可能性あるんで、打球はライトへ取りました、これでワンアウト。よいしょ、まあうまく来てほしいですね。ただねちょっと心配なのが帝王よ、帝王、帝王勝ち上がってるのが本当に心配。帝王負けてくんねえかなこの前勝ち上がってほしいところで2回戦敗退したんだよね帝王。今日は負けてほしいところで勝ち上がったらつらい。明日はメジャーの MVP 発表日、まあ、大谷さん MVP 確定として満票での受賞あるかどうか、どうしら満票。千代姫二塁までご到着しています。レンジャーズの記者がもしかしたら自チームにいるかもなんですよね。打ちました、初球打ちライトへの打球。いやでもそこはちゃんと公正にね投票してほしい。千代姫の3人コンボはね、千代姫とみそのとつかみともえコンボです。まあ、みそのちゃんいないんでもうその3人コンボは残念ながら起こせません。初球を打ちました、1、2塁間ライナー破っていった、ヒット。なんだっけな、重戦車とかエースキラーとか内角必殺とかだった気がする。あとランナーフライング。ちなみにオクタビアの3人コンボの場合はなんだっけ、渾身の決勝だとカジバのバカ力と、あと1種類なんかあった気がする。ランナーはそれぞれ進みました、インコース棒、気迫ヘッド。第3球は見送ってボール。まあ、なかなか起こせないイベントっすね。よいしょ、そもそもオクタビアがなかなか初期面に来ない。でなんだかんだ言ってぶっちぎり大学も2回戦出現率低いし、で今回帝王が勝ち上がってるからなおさらなんだよな。帝王が怖い。第2球を投げました。
千代姫イベントの方はね、まあ、千代姫イベントもなかなか難しいですね。磯野とつかみともえがこうね、アスレテス、インフィネット大会側とパワフル TV 側に分かれてるんで、初期面にどちらか出てこないともう起こせないっていう。まあでも千代姫取っとけばパワフル TV 側、まあ、スルメ大学でね、千代姫玉三郎コンボもあるし、磯野さえ初期面でいれば結構起こしやすいイベントなのかな。磯野と千代姫が初期面で揃えば結構起こしやすいイベント。よいしょ、セカンド反応できねえ。日野くん貫通はしないがどんまいして、島田エリキ社長もね、エリキと社長さんがインフィネット大会側とパワフル TV 側で分かれている。3人コンボ分かれるのが多すぎなんだって。まあ、その点東堂真昼先駆け青葉、多分ね3人コンボで一番起こしやすいと思う。東堂真昼も先駆けもパワフル TV 側、青葉は両方の大会で出るチームなんで、うん、しかも先駆けとかさ1回戦じゃないですか。東堂真昼はスカウト、1塁ランナーは2塁に進みました、2塁タッチセーフ。最悪初期面に誰も取ってなかったとしても、先駆け東堂真宙青葉は可能性あるんですよね。それがマジで強い。よいしょ、なうまい。田原さんもどうもこんばんはいらっしゃい。二通しうまくなってきた、いいっすね。コントロール20近くの内皮が安定してきた。今作は二通しのタイミングがコントロールによってだいぶ変動してしまう。コントロール20でもね、内ピが安定するってことはもう大豪月様でも安心して投げれますね。よいしょ、そうなるとね、やっぱ大豪月様最強だって感じますよ。172キロ伸びえ重い球、投手威圧感。よいしょ、ピッチャーとしても最強だと思う。なし、国産もこのら散歩どうもです。真昼、先駆け、青葉は全員2回戦までの獲得枠でまとまっているのが素晴らしい。いや、そこ安心感パないっすよね。2回戦までにこうね、コンボ起こしてしまえば、まあ後々楽になる。まあ、しかもさ、2回戦ときめきも選手獲得人数多くてね、第2球は、まあ、9選手サクセスキャラいるから、しかも3回戦以降とのコンボの相性もときめきいいんですよね。つながるんですよ。1回戦メカニクス、2回戦うま、2回戦ときめき、3回戦まあオール怪盗学院とかでコンボあるし、ミゾットでもコンボあるし、つながるんですよね。あとは初期面と4回戦でコンボ起こせれば、やっという間にコンボ4つ。3人コンボなのにコンボ4つを起こしやすいという、そういうルートが構築しやすいという。いや、マジで恵まれてると思う。同点で迎える6回です。有村、チームのために打てるでしょうか。これは優勝成功、盗塁成功です。さあ、1塁ランナーは2塁に進みました。内角ボール球、ちょっと経験点苦しいかな、投球操作の数が少ない。ジャベリンと雷が起こしづらいですね。ジャベリン、雷両方とも4回戦のチームずつだからね。しかもパワフル TV 側とインフィネット大会側で分かれてる。ジャベリン、雷起こすんやったら雷初期面で取っといて、で前夜祭スバル、4回戦確定アンドロメダじゃないとちょっと行きづらいかな自分の場合は。4回戦ガチャはさすがに怖い。8番バッターが打席に入ります。投げた、アウトハイ、決まってストライク。4回戦まで行って狙いのコンボが起こせなかった時の絶望感が半端ない。おっと、ボールはコロコロ状態。これってどうなる、犠牲フライ、記録犠牲フライにならず。追う展開、迎える7回です。
いやマジか。センターライナーだってさライトゴロだってさ。いや台風組組長さん、金脇さん、コンドラさんプロです。これはいやもういっか、ゲッツーにしとこ。おっとゲッツーにならない。キャッチャーカバーいかれ。ちょっと待ってね、ストレートのゴロアウトだったよね。初球は内角低めストライク。そうか、投球2球目バッターやはりここはまだ経験点稼ぐターンだと。しっかりと打ち取った当たり。そういうことっすね。やべも一塁踏んでアウト。さあ田中勝、優雅に君だけじゃねえからな。やべももちょっと呼吸が低すぎて辛い。アウチ、日野君のエラー織り込み済みで使わなきゃいけないですからね。これパワフェスチャレンジャーズ同点のピッチ。オクトスモーク、一試合に3エラーぐらいは覚悟しないと。もちろんランナーの足にも警戒です。いや球数少なくいきたい。鮮やかに決まります。刻むと見逃し三振。三球三振。オクタミ、ここは迷うことなく走ってくるでしょう。ストレートはストライク。うわ最後のピッチャーがスタミナ切れ、それ怖い。サードへ送球。センター日野くんでセンターゴロとかね。さあチャンス、得意げに打席につきます。オクタビア立て直すことができるか。パーフェス恐ろしい。打ちました、左に切れてファー。恐ろしい7台、恐怖プレイ。見送ってもセンター日野くんゴロ、あとピッチャーがいなくなる。際どい打球、これでアウト。あとなんだろう、攻守交代です。7つも見つからんな。社長がお待ちです。投げました、延長戦、延長戦で出てくる絶好調朝くん、あと絶好調大豪華様。第2球を投げました、内角高めストライク。打ったファウル、ワンボールツーストライク。のビクター、バンガード、マキシマムライコーというアラン打線。お疲れ様でした。威圧感打線も怖いな。威圧感が並ぶ打線、パワー S が並ぶ打線とか。菊戸はもう出てこなくていい。菊戸さんはまた別の機会にお願いします。あと今日有村、岩田さん作成会なんか有村率高いね。昨日も有村さん来た気がする。パワフェスチャレンジャー1点入りました、3対1。いや今度はどうです、森下さんのホームランは完璧。いやいいバッティングしましたね、高めストレート。ナイス、高めフォークをホームラン。さあどうや、スタミナ持つかなこれ。オクタビアヒットを許します。じゃあパイナップルさんもコンドラさんプロです。お坂倉小園選手が来たい、広島勢。打ちました、初球打ち、三遊間、二塁へ。うわー、打ちにできねえ。今日小園くんちょっとね辛いところはありましたけど、まあ、広島勢としては坂倉さんが頑張ってくれた。最後の9回のヒット素晴らしかったです。日野くんナイスキャッチ、怖っ。落としていたら延長戦確定だった。広角砲、ラミーちゃんから広角砲のコツレベル2。いやーでもこれ怖いな、玉三郎と天王寺と村雨。さあ帝王が負けていないとゲームオーバー確定。3回戦レジェンドが確定出現、帝王が勝ち上がってしまったらその時点で
マントル高校の出現率が 0% や。怖えよ。まあ、千代姫と玉三郎イベントで井端さんの持ってる内野安打丸の、コツがレベル3、あとは対変化球丸のコツもレベル3もらえるんで、かなり内容いいです。しかも敏捷も40点、いい感じっすね。さあ負けろ帝王。ノー、帝王の名前がない。トゥルルーマントル出現せず。いやまだだ、千賀くん来い。千賀くんスカウト。トゥルルー。まああれだね、2回戦ぶっちぎり大学だったらコンボあったんだね。アスレティスは来てた。まあ行きましょう。井端さん本日2周目、一応確認、一応アスレティス来てないことを確認したんですけど、残念ながら来てました。2回戦ぶっちぎりだったら生きてた。そらそうよ、オクタビア様を信じるべきだった。2回戦ぶっちぎり大学、いや惜しかったな。今度はまあ、1回戦ラグナロク必須。いやむずいねこれは。2回戦白バラカシマシもしくはぶっちぎり大学。まあ、1回戦ラグナロク、2回戦白バラカシマシで一応コンボあるんだけど、3回戦が波動高校か、田中マサルとミソリ、同栄がな、同栄の相手が西郷さん、いけないですよね。1回戦ラグナロクからの4回戦がエビル高校で一応コンボあるけど、ちょっと弱いっすかね。まあまあまあ、まあ、これは飛ばしてもいいか。ね、お久しぶりのコンドラどうもです。門脇さん今日4塁打ですよ、ね、来シーズン巨人背番号5番でしたっけ。楽しみだね、バッティングもね。8月以降本当に門脇さん状態いいし、守備だけじゃないんよ。まあ守備でこうスタメンを勝ち取った門脇さんだけど、ガチでバッティングのレベルがもうルーキーのそれじゃない。今ドラフト1位って言われても全然納得できますね。でも実際はドラフト4位とかでしたっけ。でかすぎる田中勝る。わしレベル1、すまねえ田中勝る。勝る G ずっとレベル1で出現してる、かわいそう。いやーでもどうすっかなこれ。波動高校で一応コンボある。1回戦がラグナロク、2回戦が戦国、3回戦波動でコンボ4つ。田中勝&水鳥と金原&ビクター。波動高校を来れば一気にコンボが2種類。ロゼルジュね、鈴風ホープ、鈴風ホープ単体としてはジュリアスさんいないとコンボ起こせないからほぼ意味ないんだけど、いやでも星空獲得のために入れたんですよね。いやでも降格法とな、さよなら男か、精神的支柱はあってはいるけど、いやこれもちょっと飛ばそうか。ラグナロクは来てたけどもったいねえかな。いやまだまだもっといいルートがあるはず。
源田さんの次のショートいけるか、まあ、しかもショートだけじゃなくてセカンドもサードもね、球界トップレベルの守備力持ってますからね、門脇さん。今大会は一応セカンドでも行くんですかね。で、本当門脇さんが打撃も調子よくて守備位置もサードショートセカンド守れるってことなんで、なんか使い勝手めちゃくちゃいいっすよね。状態悪い選手をこうね、ベンチに下げて、まあ、門脇さんをこうセカンドからショートショートからサードみたいなぐるぐる回してみたいな、いろんな選手を出しやすくなってる。で、ちょっと待ってね、これは1回戦ラグナロク、2回戦スルメ、3回戦がマントルか暁高校 OB、 マイルマンつくも、ザンスと、2回戦スルメからザンスで、3回戦マントルでゴブリン、そういったコンボが一応考えられる。どうすっかな、となると、どうしよう、枠潰しがもう何もない。最強大学清本枠潰ししちゃっていいんか。村雨と久方コンボの可能性をなくすのはもったいないか。どうしよう。外野が苦しい。いやでもラグナロク取れるしな。ピッチャーか、ピッチャーいっとくか。ピッチャー3人、まさかのピッチャー3人という戦力補強、これでいきます。いやー、ウドはね埋めてないんでね、パワフル高校図鑑埋めてないんで出現率ゼロです。そしてトゥルルラグナロクが来ない。悩んだ意味とは一体。いや、赤星くんもね本当にいいピッチングでした。ストレートの質がさ、間違いなくその春先から比べて変わってると思うんですよ。赤星くん、まあ戸郷さん、そのあたりだと山崎伊織さん、なんか同年代ぐらいでさ、巨人本当にいいピッチャー増えてきてますよね。もう楽しみです。ドラミさんは日野くんを外野手として認識している。日野くんを外野として使ってしまって果たしていいのだろうか。いや、レベル上がれば強いんだよ、レベル上がれば。で、これどうしよう。1回戦ラグナロク、2回戦どこにする。2回戦星空、で3回戦天王寺&ゴブリン。いや、これは狙おう。いや、ロケットスタートの方がいいかな。ストライク送球はこっちで取れるか。雷&ジャビリンの方でストライク送球、3回戦ミゾット、うん、これでいきます。ザンス&ゴブリン、いや、ザンス&ブロンコイベントですね。ただなぁ、4回戦アンドロメダ確定じゃないのか。4回戦アンドロメダガチャ、まあ、ラグナロク来ないとスタートすらできねえ。 OK、 次今来いよ、多い。前夜祭多いだったらまだ話は別なんだけど、多いなしで来るとかマジで意味がない。スバル来るなら多いで来てほしい。あと雷がね、来てない時はもう絶対来てほしくないです。4回戦最強大学エビル高校の可能性を消してほしくはない。スバル君なんかもうほんとギリギリのところに存在してますね。まあメンツはこれでいっか。
1回戦ラグナロク、2回戦スルメ、もしくは白バラカシマシで、3回戦が、帝王、2回戦スルメだった場合は帝王かマントル高校でもあり、4回戦がエビル高校、2回戦スルメだったら最強大学でもあり。 OK。 いや、いい4人引けた。よし、前夜祭なし。あ、ケイタさん、本日もスパチャ更新ありがとうございます。緑スパチャありがとうございます。暗黒スバル行くぞ、クレーダークメディラ冷やんだしちゃったスバルのメンタルテヘペロで済みますかということで、いや、前夜祭スバルはいなかったんでね、ラグナルクちゃんと来てくれました。これは感謝。スバルくんな、スバルくん活躍するときって結構条件厳しいですからね今日はそういうときではない。ラグナロク担当、オッケー、来てほしいところでラグナロクは来てくれた。スバルはワールドカップに必要あるのかスバルくん世界大会はさすがにね呼ばれないでしょうね。スバル君と世界大会の組み合わせのイメージが湧かない。日の丸を背負う、うん、スバルならそれは想像したくないな。日の丸のマウンドに立ったらスバルさ、手足震えて、ね、5者連続フォアボールで地味しそうで、ワンアウトも取れずにピッチャー交代。サード右横のフライになりました。まあ、それがスバル。飛び込んだ。あとなんかやっちゃった。違う、ボールを掴んだ。記録は。いや、こんばんはどうです。いつも見てくれてるあります。いや、それなんですよね。コンボ的にスルメ大学来てくれた方が結構ねルート的に広がるんですよ。マジでスルメ。まあ、ただ白バラカシマシでも一応。2個目のコンボつながって、まあ、3回戦一応帝王でもコンボあるし、4回戦はエビル高校でもコンボがある、まあ、悪くはない。いや、マジか、タッチアウトできないのか今。まずは初球、内角低めいっぱいストライク、投げました。はい、これはまずいぞひどい守備でやんす。セカンドへボール投げる。よいしょ、どうせどうせ僕なんでうわーっていうコメントを残しチームを降り立つ。スバル、どうせ世界大会に出たとしてもスバルはすぐにマウンドから失踪する。それがスバルなんだ。アニメ版夏の甲子園で勝って終わった。いや、でもあのスバルはね主人公だったと思う。アニメ版のスバルはかっこよかった。完全にメンタル克服してたよ。ピンチへの打たれ強さ A だったと思う。後ろに反らした。後ろに反らした。ナイスヒットです。いつの日か不屈の魂ピンチへのスバルが来ますように。ボールを三塁へ送った。これは悠々セーフ、ボール成功です。ではランナーはそれぞれ。アロザレーナなら取ってる。ホームランボールをキャッチできてしまう。アロザレーナ、いやー、スターダストシュートね。あのスバルくんって確か、何でしたっけ、ピンチ D ですよね。ピンチが F じゃないスバル。いや、 OK、 ナイスヒット、ナイス。それいいペースいいです。まあ、吉川さんね確かハイライト作ってたと思う。またハイライト動画ご視聴よろしくお願いします。よいしょ、ひとまずヒット、ナイス。ナイスヒット。同点2対2。面白くなってきました。さらに勝ち越しのチャンス。今作で確か作ったと思いますね。これは楽々セーフ、ボール成功です。吉川直樹さん、いや、ハイライトどうだったかな、ちょっと覚えてないや。ランナーはそれぞれ進みました。投げました。よいしょ、打ちました。センター前に出る、掴みました。パワフェスチャレンジャーズ、なおもチャンスが続きます。概要欄にまとめてあるんだけど、荻野、よいしょ。初球を打ったバートの右、矢部の
どうだったかな。一塁踏んづけてアウト。これでスリーアウト。巨人の選手は現在22名作ってる。1回が終了して2対2、パワフェスチャレンジャーズ、この回2点を取り追いつきました。吉川直樹さんはまだ作ってないですね。またよかったらスパチャでの、リクエストよろしくお願いします。ひとまず同点ないっす。ここでバッターは池谷大津。ランナーを進めさせるわけにはいきません。ちょっとね、現在たくさんの今作たくさんのリクエストが来てしまってて、パワフェスチャレンジャーズ、内野陣はゲッツー体制。打ちました、バットの先、これは内野へのフライだ。リクエストはスパチャでのみ絞ってるんですよね。そこご理解していただけたら助かります。前作とか収集つかなかったっすもんね。ステキヒットだ。通常リクエストも受け付けてて、確か前作リクエストが500ぐらい溜まったんだっけ。もう何もできなくなってしまった。よいしょ。なので今作はまあスパチャでのみ絞ってます。まあ500もリクエストあったら、どうせリクエストしてもらえたとしてもね、作れないから。よいしょ。ランナーを進めて打った、ファウルグラウンドへ飛んじゃっています。ファウル。打った、セカンド右横のゴロ。千代姫ボールを掴んだ、アウト。パワフェスチャレンジャー、まずは初球。お、やばいぞ。いや、日野くんバッティング強いな。フェンス直撃。中継。果ては野球選手以外もリクエストが来ている。勝ち越しを許します。3対2。あと架空選手とかも来てるからね。まあでもそういうの考えるの結構面白い。よいしょ。打ちました、初球打ち。三笘選手が掴みました。もし仮に野球選手だったら。パワフェスチャレンジャーズ、追う展開、迎える3回です。さあ現時点でもそうですね、スパチャでのリクエストでも今100超えてますね。さあ一塁ランナーは二塁に進んでいます。投球3球目、投げました。よいしょ。打ちました、ライトへ持っていった。じゃあナイスと。カットマンへ送る、まあ、とりあえず筋力がやばい。まずは経験点稼ごう。1日1人。しかも毎日リクエストがね、前作まあ10から20ぐらい増えてたからね。生放送するたんびに増えてたから、マジで収集つかなかったわ。1日50人ぐらい選手作成しないと消化できなかった。初球を打ちました、宇宙間のフライ、ヒット。千代姫三塁回った。あ、いっか、1点取っとくか。続いて二塁ランナーもホームイン。パワフェスチャレンジャーズ、やっ。ラグナロク文庫、追う展開、迎える4回です。そしてバッターボックスは安井大津。このリードは守りきりたい。初球見送ってボール。さあ勝負してくるのか。1日50人って言ったらなんだ、藤川球児作成会を毎日やるって感じか。やばいな。藤川球児は56周、まあ、完成までいかなくても1回スタートしたらもうそれで選手登録だと考えて。いやマジで何回コンボ4つ起こせるんやそれ、絶望だな。さあ打席には勇敢な選手草野が入っています。大津、ここで同点にされるようなことは何としても避けたい。大津くん、ここは頑張れカーブ。インコースボール、体に近いところ。オーマイガー。いや、まだいける。パワフェスチャレンジャー、初球を打った。やべ、エリアンズ74球っすね。このモブピッチャー74球投げてくれた。2番手以降のピッチャーは73球まで。ちょっと投げちゃいそうだなこれ。しっかり抑えてもらおう。背番号5番はパワーヒッターの背番号。それは清原さんのイメージが強いんかな。清原さん大好き人間。よいしょ。打ちました、
背番号でイメージか。その考え方は新しい。なんだろう、背番号17番だったら球速160キロを超えてないとダメとか、二刀流選手しかつけたらダメな背番号とか。おもろ。背番号11はダルビッシュさんみたいにもう七色の変化球と認められたピッチャーしかつけたらダメとか、球速が155キロ以上で七色の変化球持っててみたいな。で毎年防御率1点だ。すごいな。背番号51番は打率が3割5分以上の選手しかつけてはいけない。怖っ。もう背番号開かないやんそれ。どの背番号もどの背番号も使えない。みんな3桁背番号になってしまう。これで3打数の。ここでバッターボックスは2人。このまま引き離したい。そういうプロ野球か。まあ新しくて面白そうではあるけど、ずっとは見たくないな。いや今度はどうです。今来てるリクエスト選手作成終わるまで終わりません。耐久したら何日かかるのか。今来てる選手、まあコンボ4つっていう縛りないんであれば、1選手2時間。そしてバッターボックスは小木野。このままどんどん攻めていきたい。1日寝ないでやれば、まあ12人作ることができる。取りました。千代姫用意ドン。大体今100超えてるんで、さらに1点追加。まあ大体10日、10日間寝ずにやればいけるんかな。コンボ4つってなるとね、やっぱその3倍ぐらいかかりますね時間。このゲームコンボを起こすのが一番難しいからね。なんせプレイヤーの実力関係ないから。完全に運、運ゲーです。一選手あたりの大体の確率が、まあ、めちゃくちゃいい初期面が来てたとして、まあ大体 5、6%。まあ、だから10回ぐらい、10周ぐらいすればね、全大体いけるんですよ。めちゃくちゃいい初期面が来てて、まあ、10周ぐらい来れば大体いける。今までの平均そんな感じです。うまくいけば 2、3 周で終わるんで。やべ、一気にホームへ。パワフェスチャレンジャー、この回7点目、11対4。まあただ1ヶ月ぐらいはかかるかな。神のみぞ知る菊戸会で知っている菊戸アイラ。あいつ確率3分の1だったのに、マジでふざけんなよ。そう、3分の1がね、56周の中に3回しか出てこないっていうことがあるんですよ。信じられます？56回中53回が3分の1の確率の菊平出てこないっていう。しかもその3回もね、コンボ4つ揃えられるとは限らない。また別の確率がかかってくる。マジで信じられないゲームだった。藤川球児、藤川球児作成会、トラウマです。初期面6人、初期面6人だったらまだマシになるけどね。なんだろう、やっぱ一番はあれか、一選手あたりのコンボ数を現在1から、一選手あたりのコンボ数を2から3欲しいっすね。できれば3個欲しいっすね。コンボ数増やしてもらえればマジでいろんなルートでいけるようになるんで、コンボ4つとか起こしやすいと思います。1選手あたりコンボ5つぐらいあったら、多分ほぼほぼ 100% コンボ4つ起こせますかね。神のみぞ知る。このゲームは神のみぞ知る運ゲーなんです。聞くと。おめえ来んなよ。いやもうマジでトラウマだわこいつ。
なんでこんなすんなり出んの。来てほしくない時に限って出るやつ、来てほしい時全く来なくて、お前ふざけんなよ。私の話したよなあなあ。いや聞くの言いそう。こうやってねゲームシステムがプレイヤー煽ってくるんですよ。藤川球児会を思い出せオラーみたいな。そうやってプレイヤーのトラウマをえぐってくる。マジで怖い。よしスルメは来た。これで千代姫と玉三郎コンボも確定かな。で3回戦マントルを当てたい、まあ、もしくは帝王。この試合はさすがに2点差勝利が大事かな。うん、2点差でいこうか。で先にラインドライブ、あとなんだっけ、ホーム突入。代打は結構精神使うんで残しとく。ラインドライブの精神は13ポイントだけ、これでいっか。先取っときます。アイラにおめでとう言うと。いやでも本当にアイラはね、絶望のアイラだったから。キクドアイラがすんなり出てくればあんなに長い時間かかんなかったんだって。お？これはヤベモンをファーストにして塚越くんちょっと上げますか。いや筋力絶対余りますね。イパクさん言うたら怪我しにくさ A とかも、まあ精神余れば怪我しにくさ A もちょっと行きたいレベルですかね。このゲームは怒ったら終わり。ゲームはメンタルをもう正常な状況にして行うべし。ポロリック。いや今のはポロリしてもよかった。もちろんランナーの足にも警戒です。初球を打った。打球はセンター浅いところ。ヒット。よしよしよし。さあここからはノーエラーで日野くんお願い。初球は打ちました。なマジか。きついね。ワンアウトしか取れない。送球の間にホームへ。パワフェスチャレンジャー先制点を奪われた。あらまアフロイカリに先制すぎな。まあ、アフロイカリとはいえカイザーライジングも結構球質軽いんで頑張ってください。重い球が若干厄介やけど、まあそれあったとしてもまだ普通のストレートよりかは軽いと思う。それがソニックライジング。心のバランスを保て。レイブさん、まあ、レイブさんが言ってる。レイブさんがずっとアドバイスしてくれてるんですよね。ボス戦で心のバランスを保て。さあ3球目。おお外れた。ツーワンバッティングカウント。投球これから4球目。打ちました。いい当たり。うん、こういうこともあるんで。ランナー3塁へスタート切った。ミート打ち、ガイアライナー祭り。さあ1球目投げた。心のバランスを保たなきゃいけない。第2球は打った。これはスタンドか。カウント1ボール1ストライク。打った。いやレフト線きっついね。ファウル。さあ次は何で来るか。初球見送ってボール。パワフェスチャレンジャーズ同点の。ライト線かレフト線を狙う。おっと、いや左中間ロッケ。やべ、危ない危ない。左中間突破。パワフェスチャレンジャー。アコトクマミレの乙女。まあ、ラミーちゃんのご機嫌度マックスなので打たれ強さ G とかそこまで引けてんのはでかい。いやナイスバッティング。これさ打たれ強さ G 効果出てるんで乙女さん大量炎上あるんじゃない。炎上で大量失点。10点差経験点マックス考える。危険かな。1点取っとこう。パワフェスチャレンジャー勝ち越
し成功。なので右上の数字を156点稼がなくてもいい。このままどんどん攻めていきたい。10点差ボーナス経験点 2.0 倍を考えて、まあ経験点80点ずつぐらいでいいですね。第9をランナー用意ドン。ボールを二塁へ送った。盗塁成功。ランナーが二塁に、一塁ランナーは二塁に進んでいます。いいよ。打球はファールグラウンドに。いつもよりも経験点少なめでいいよ。ファール。投げました。どうせ音も炎上するから。飛んだ。ヒットになります。出塁します。パワフェスチャレンジャーズ。なおもチャンスが。そろそろ仕事。お疲れ様です。いってらっしゃい。盗塁成功。ランナーがそれぞれ一つ、ランナーはそれぞれ進んでいます。あっとキャッチャー取れない。各経験点が50点まであとヒット1本。さあ3球目。よし、ヒット。うわ、よかった。ボールは中継。初回ちょっとワンアウトしか取れんかったけど、うん、結果的に各経験点50点、十分。一塁へ送る。アウト。これで3アウト。1回。いやもう最高か。それは聞いてない。盗塁は聞いてない。ランナーを二塁、一塁ランナーは二塁に進みました。ファウル。さあ外してくるのか。内角ボールの。よきよきよき。掴みました。これでワンアウト。まずは初球。打ちました。ファウル。あとストレートでアウト2個取れれば、10点差で経験点マックスの可能性がある。さあ勝負してくるのか。いいんかな、狙ってしまって。さあ仕留められるか。ストレートはボール。低めに攻めていきます。打った。セカンドライナー。点差ボーナス届かずに延長戦確定とかだったら、スルメ戦怖いですよね。決めてきました。次はどう攻めるのか。相手の外野が鉄壁の中での延長戦。最後は前進。うわ、行きたくねえな。うわさあ猿が入ってきており。いや大丈夫。3回の裏の攻撃回してくれました。いや自動得点怖。じゃあレオさん高評価アンドコンドラさんパレアス。いや日本良かったっすね。ちょっと最初の選手にはなかなか、最初の投手にはなかなかね、こう攻略できませんでしたけど、森下さんホームラン打ってくれて、まあ、その後ちゃんと大量得点も取ってくれて、おこぼし。4失点ペナルティーいた。バッターは7番金井。まずは初球。初球を打ちました。ザ取りました。はあ、これでワンアウト。では本当になんとかなんのかこれ。迎える4回です。さあ打席にはヤベモン。タッチアウト。ワンアウト。さあ打席で日野が勇敢に立ち向かいます。打ちました。いやマジか。取って、これで3アウトチェンジ。さらに失点。第9を投げた。初球を打った。1、2塁抜けた。計算と違う。違う。ヒットだ。ヒットになった。高杉怒りの報復デッドボール。打ちました。初球強襲。やなヒット。中継アンダーを放ちます。いやもう気づいたら大量失点だもんな。そしてバッターボックスは課題。これはストライク。ボール。いやしかもアウト。刺されました。盗塁。さあワンアウトランナー二塁となりました。打った。チャンス交代。決めなきゃいけないところで盗塁もできてない。さあ1球目投げました。計算と違う。ボール。カウント1ボール。投球これから2球目。アウトサイドボール。ヤベさんもコンドラさんプどうもです。ヤベモンのエラーは想定内。ボール。いやーでも1イニングで2エラーはちょっと聞いてない。3ボールから打って出ました。レフト前。5点も無理なんだよな。外野の守備範囲が広い。スルメ強えな。パワフェスチャレンジャーズ。ここはなんとか追いつきたい。6番バッターが打席に入ります。二塁セーフ。違う。大事な場面で盗塁を決めました。投げた。打った。まあなんとかして。ボールカウント1ボール1ストライク。なんとかして経験点稼ごう。追い込まれています。さあ次は何で来るか。打ちました。投球破った。レディゴー。バックホーム。パワフェスチャレンジャー。1点返しました。やべもう補給5だもんね。補給
球5のエラー持ち、日野くん捕球10のエラー持ち。まあ矢部門の2倍か、日野くんは矢部門の2倍。まずは初球見送ってボール、カウント1ボール。まあ1ミリが2ミリになったところでそんな大差ないんよ。ここはミスショットをしてしまったか。取りました。これでワンナウ。補給 G は G のまま。まずは様子を見ます。さあ次の球。スライダーはボール。カウント2ボール。補給5はもはや素で。落ちる球。あいつらグローブつけてねえから。外。第4球を投げました。スライダー外れたフォアボール。ストレートもフォアボール。そして迎えるバッターはミスト。まあ、とりあえず雪の帰りいこうか。勝ち越したら打撃操作終了で1番やべだっけ。ちょっとめんどくさい。第3球を投げました。お、どうだ。これは、これは掴みました。違う。え、怖っ。あぶねえ。パワフェスチャレンジャー、ここで追いつきました。面白くなってきました。いや、やべ頑張れ。やべが出塁できれば弾道さんパワー A のやべもに回せる。どうでしょうか。よし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 。レフト。ボールは中継。やべ。いや、ちょっと待って、普通にミスったな今。打席にはやべも何かを狙って4点じゃ超えない。第2球はよっしゃ。なので2点で止めて8回の裏の操作回そうか。まだ経験点が足りない。追加で4点取らないといけない。こいや、村雨さんの守備力よ。このリードは守りきりたい。肩も強くて怖すぎる。日野くんは日野くんでなんか後逸しそうで怖い。お互いのセンターが相手に味方してんね。日野いや、もう外野が後ろとか横に反らしたらダメなんよ。日野よしよしよし。2連続エラーはなかった。では改めてリプレイでご覧いただきましょう。いやー、でも日野これは辛いよ。潮姫様のお出ましです。投げた、初球打ち、バッター、打球はファールグランド上、ファウル。5点差か、5点差が必要。打った、サル、ボールを掴んだ。オーマイガー、アウト。潮姫、いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。現実になるドミサイン、よけ。日野くん、おこぼし。ファウル。第2球は、いやー、でも辛いっすね。こっから5点か。5点取るか無得点か。打った、痛烈な当たり。うわー、村雨キャッチを決めた。パワフェスチャレンジだ。じゃあもう無得点でいっか。阻まれました。こっから5点はさすがにリスクがでかい。初球を打ちました、センターへの打球。いや、すげえよ守備範囲。チェンジです。もう長打警戒関係ないね。え、なんか失点してる。さあチャレンジャーズ激闘最終回。ちょっと待って、ハッピーエンディングでお願いしたい。投げました、バッターの足。9回の裏モブ打順でまさかの勝ち越され。打ちました、鮫島掴んだ。これは辛い。アウト。これでワンアウト。ここエリア村雨。まずは初球からの自動失点、内角高めいっぱい、ま、操作なしの失点、すなわちホームラン。バッター思わず体を背けた。第3球はどう？打ちました。いやー、どうだ。ここは大事にボールを取りました。言葉になんねえわ。まずは初球、初球を打った怖っもういいバッティングを見せました。打順が最悪すぎるんよ。あとがありません。気持ちで、あとヒット最低で2本ですよ。意味がわからん。第2球を投げました。この外野陣相手にあとヒット2本必要とか。キッツ。ホームラン打ってもゲームオーバー、アウトになってもゲームオーバー。第2球、
投げました。押しる球見送ってボール。頼むぞ。投球これから3球目。スライダー。スリーボール。パワーフェスチャレンジャーズ同点のチャンス。ツーアウトランナー。やめるやんす。こりゃいいぞ。いやー肩が強すぎる。やべ、いい当たりが殺人しています。うわー。チャンスを広げています。続くかこれヒット。ミート打ち。さあ打席にはやめも。ホームランだったらどうなる？あ、超えそう。いや違う、4点差じゃねえ、3点差だ。うん、超えませんね。現状3点差じゃ超えない、4点差にしなきゃいけない。すなわちヤベモンの打席はミート打ちが強制。いやマジかよ。パワーが高くて逆に怖いんですよね。外野の前落ちるかな。いや押し出してもいい。第4球はミハイ決まってストライク。なんとか意地を見せてほしいところです。ボール球でした。アウト。はい。トゥルルル。いやー罠がすごいなマジで。まあどんまい。いいベースボール、パワフルプレー。してやられたな。イニング飛ばされ、投球操作飛ばされ。9回の表自動失点からのモブ打順スタート。はあ。いや逆にヒットはよく続いた。でもあとワンヒットなんよ。あとワンヒットマジでお願いします。乙女バテながらも完封。もうあっぱれです。いやマジで怖いな。まあ、とりあえずまずね、最初の関門であるコンボ4つ、とりあえずそれを達成しよう。まだ一度もコンボ4つ揃えてられてない。そろそろ揃えたい。いや今度はどうです。森下さんの門脇さん2人ともルーキー。いやもう平気で150キロのボールとか打つから。まあ、OK、パワフル高校は前夜祭でお願いします。昨日とヤベモンの守備のおもろさ。いやマジでひどかったっすね。大事なところでエラーするやつ。まあでも日野くん使ってる、ヤベモン使ってるからにはもう仕方ないか。でも大事なところで出ちゃうからな。どうしよう。まあいいか、リモコンとりあえず2個持ってこう。再び厳選ファイトやります。まあ言うてまだね、さっきの週もコンボ4つ確定しなかったんで、まだまだいつも通り厳選が続く。1回戦ラグナロク、2回戦スルメかときめき。で、コンボつながるかな。ラグナルクフォーメーション、操作ではエラーしないことを祈る以外の手段がない。彼ら、1試合あたり3回ずつぐらいはエラーするって思った方がいいっすよ、絶対。まあどんどん厳選しよう。村雨と玉三郎の守備を見た後の日野とヤベモンのひどさ、落差がひどい。
いや特にさ村雨さんよ、肩強すぎてさ。あと守備範囲も広いから、ツーベースがシングルヒットで止まったりとか、三塁行けるところをね、抑止力半端ないですもんね。一三塁作れる状況だったのに、まあ普通に一二塁ストップ。ヒット4本打たないと1点取れないとか意味がわからん。いやでもこれでいっか。1回戦ラグナロク、2回戦スルメ、3回戦がマントルか帝王で、4回戦がアンドロメダかエビル高校か最強大学。4回戦は4分の3の確率でコンボあり。屈指の敵に回したくないキャラ村雨。村雨がいるかどうかでこっちの経験点稼ぎのペースが変わる。マジで恐ろしい。もう極悪スバルセットマジでやめて。ラグナロク枠潰されてる。お、スーパーマリオ RPG ね。この前初めてスーパーマリオ RPG のコマーシャル見た。なんだっけ、クッパが仲間になるんだっけ。イメージと違うんだけど。いやでも面白そう。いやモノドラ、いやどうなんすかね、全然揃わないっすね。未だにコンボ0です。コンボ4回揃った回数0回。まあでも武田違うは来てんだよな。こっち1回戦ラグナロクでコンボ2種類確定で、2回戦フリースルメ大学からのマントル最強大学もしくはエビル高校ルートか、2回戦白原カシマシルートだった場合が、まあ、3回戦フリーの4回戦ビル高校で一応コンボ4つ可能性あるか。3回戦ですね。3回戦の出現確率がちょっと低いかな。さっきも帝王に潰されてしまってマントル来なかったし。いやー極悪3連チャン。ラグナロクが出現しね、大平落と極悪でパワフル TV 側限定チーム枠数2が潰された。なケイタさん、スパチャご支援さらにありがとうございます。昔スーパーマリオスタジアムで野球ゲームがあった。いやそれはちょっと知らないかな。ゲームキューブと Wii で、ゲームキューブは持っててやってたけど、あーでも言うてそんなタイトル持ってなかったっすね。パワープロとゲームキューブのタイトルはパワープロと、あとなんだっけな、スマブラデラックス、あとなんだっけな、あと1種類ぐらいしかなんか持ってなかった気がする。今考えたらハード買ってんのにソフト3種類しか持ってないとかもったいねえ。まあそういう意味で全然やっではないんすよね。やりたいな。これは1回戦ラグナロクと2回戦スルメでもうコンボ3つ確定で、4回戦が最強大学もしくはエビル高校もしくはアンドロメダでコンボあるのでは。 1,2 回戦さえ抜ければ3回戦フリーで4回戦確率4分の3。いやこれマジでラグナロク来てほしい。ラグナロク&スルメお願いします。でかいぞ。やめろよ。いやもうこのスバルくんの右側もさ、もうメカニクスなんですよね。ラグナロクが来ない。いやマジでもうふざけんなよ。今日一の初期面ここで消えた。
マジか。いやもうスバルと極悪と、もうデキンでいい。一生出てこなくていいわ、スバルと極悪。こうしてスバルと極悪に対するヘイトが溜まっていく。永遠の2番手は緑の、え、なんだっけ、ルイージさん。ルイージとか懐かしいな。ルイージマンション欲しかったんですよね、昔。でもそこ買ってもらえなくて、でそこで一旦ゲームライフが終わった気がします。これかな。1回戦ラグナロク、2回戦がスルメ、3回戦ミゾット、もしくはハド、もしくは暁高校 OB で、4回戦が最強大学、もしくはエビル高校。3回戦の確率が今までの中ではダントツかな。あ、ルイージマンションやったことある、いいな。あ、そうだ、デラックスソフト思い出した。なんだっけ、スーパーマリオサンシャインだ。あの神ゲーを当時楽しんでました。そして告白。ここ4回中いい初期面の時に告白出現率3回。こっちが暗黒面に落ちそうだわ、告白とスバル。いきますか、スバルと仲良し、まあ、告白セットですね。暗黒面に落ちるスバルと、名前からして極悪の、ガイドウ君、この2人の極悪セットにやられてる。あ、でもゴブリン出現率上がってきてる。1回戦ラグナロク、2回戦スルメ、で3回戦ミゾットか、で4回戦が最強大学かエビル高校、前夜祭スバルの可能性と4回戦アンドロメダを消すための大西。さあどうや、3回戦は帝王でもか。いや、またスバル。え、ここ5回中5回ともスバルか極悪、どちらか出てんだけど、で5回中3回スバルと、極悪両方出てる。意味がわからん。うわー、もうスバル、あいつもうダメだな。このゲームの趣旨を理解してない。いや、厳選ファイトあります。フルコンプ図鑑で4コンボが簡単にできるわけがない。頑張ってください。まあ、フルコンプ図鑑だったら使う、初期面にエミリーにして1回戦アンドロメダじゃなくて1回戦太平楽で、2回戦がエジプト、まあ、そういったルートだったらまだ可能性あるかもですね。いやー、これ結構難しいな。1回戦ラグナロク、2回戦がまあスルメ大学なんだけど、その前にスカウトで近くスカウトも当てなければいけない初期目で、こういう時にスバルと極悪来ないんでしょ。極悪は来てる。極悪6分の5。いや、もうほぼ解禁書。スバルは解散作成の時以来しか価値がない。バズーカ早急。極悪
まあでも五十嵐とでドクター K はあるんですよね。ピッチャー作成時はまあ悪くはない。まあ東と加藤強子イベントの方がドクター K 取りやすいけど。厳選だけで日をまたぐ。あと18分、いけんのか。いやでも結構いい初期面来てんだよな。1回戦ラグナロク、2回戦スルメ、3回戦マントルか帝王、4回戦アンドロメダかエビル高校か最強大学。いやめっちゃいい初期面だと思うこれ。問題は1回戦にラグナロクが来るかどうか。いやかなりいい初期面だよね。いやでも罰制と極悪に潰されるんか。ちょっとラグナロクさんどうした。ヒト君さっきの試合のあのエラーがトラウマになってもう出てこなくなってる。メンタルが崩壊してるラグナロク。やめろよ。お待たせ、僕と戦おう。極悪&スバル。いやー苦しいっすね。いたずらされてんのか。さすが極悪。いやこれこそもう全員スカウトでキクドアイラ。さっきは来てた。いいんじゃないですか信じても。弁当に解毒剤、解毒剤毒を解除してしまう。はあ。いやーまあ極悪は止まったけど、スバルも止まったけど全く来ないっすねラグナロク。今8連続でスバル来て、じゃあラグナロク来てないのか。7分の2のラグナロクが、まあ、7分の2もしくは6分の2のラグナロクが8回連続で出ない確率ってどんなもんや。いやアカウント増やすことおすすめっすよ。コンボ起こしましょう。1回戦ラグナロク行かなきゃいけないんで、インフィネット大会側はいけない。大高血社長。いやもう威圧感魔術師行こうかな。天王寺ゴブリンあるけど普通にスルメルート踏みたいんですよね。難しすぎる。2回戦フリーにしたところでな、何やるこのメンツやと。ちょっと厳しいかな。1回戦ラグナロク、やっぱり2回戦スルメだね。2回戦スルメ開けときたい。まあワンチャンスカウト大豪月様の時のための社長。本当にワンチャンスカウトって感じですかね大豪月様は。まあ社長大豪月。いやもうさすがにそろそろ怖くなってきた。こいつら狙ってやがる。
スバルとガイド、ちょっとさすがにね、確率っていうものを考えよう。7分の2だよ彼ら。とっても仲良しな妨害。いやめっちゃ出てんねこれ。極悪高校の被り物は確か剣道くん。だったらもう加藤京子とのイベントあってもいいのに。お、来た。水野の方来た。なるほど、新しい形来た。1回戦がフリー、2回戦バンプ、スカウト菊平、それでコンボが3つ。1回戦3回戦4回戦がフリーか。であとコンボ1個。ついに水野が来た。あーなるほどね、1回戦フリーなんでメカニクスからの帝王武田千賀ルートやりです。抽選箱を、ちょっと待ってくださいね。守備職人のコツ重ねがけか走塁のコツをもらうか。いや、チャンスメーカーのコツもあるんで太平楽か。太平楽いきます。金徳はね、魔術師と、芸術的流し打ち、低球質さ、高速ベースラン、あとなんだっけ、外角質さかな。うん、いきますか。2回戦バンプの出現率が何パーセント ?4 分の2か、 50%。 でスカウト菊平が一発で来れば2回戦バンプが来なくてもスルメで一応コンボ4つの可能性は生まれるかな。もう武田千賀でもいいし、めちゃくちゃ熱いやん。ようやく極悪とスバルの闇を乗り越えることができました。長い長い闇のトンネルを越えた。極悪なトンネル越えましたよ。暗黒トンネルを脱出した。あとはもうこのままうまくコンボ4ついきますよ。でさっきのスルメ戦ちょっと序盤で経験点、まあ、投球操作あんま来なかったんでね、だから苦しいゲームになってしまった。今度こそ序盤で確実に経験点取りに行きます。2アウトランナー3塁、第9投げた打ったファウル、カウント、パーフェスはまった、素晴らしい。キレッキレの変化球に手が出ません、打ちました。そう、このゲームは考えることとか、あと運とかね、いろんな要素がありますから面白いんですよ。ちょっと待ってね、これは2失点しよう。先制点を奪われました。1対0。1回の裏にたくさん点を取れる状況を作りたい。裏が3塁回ってホームへ、いただけません。 OK、 どうせ失点したら操作終わりだし、それだったら打撃操作の回数を増やすための点差を広げた方がまだマシ。宇宙間へ持っていきましたが、ヒット、ボールはコロコロ状態、ボールは中継、やべえ、ツーベースヒット、チームをここはきっちりとランナーを送っていただきたい。よいしょ、初球を打ちました。これはブースランにやられている。一塁送球アウト、これでワンアウト。そしてバッターボックスは3番がモブか。嫌な予感するな。飛んだ、ヒット、カットマンへ送る、オッケー、今泉、
第9号ダブルのスティール、キャッチャー三塁へ送球、盗塁成功。やべ、ご自慢のランナーはそれぞれ進んでいます。きたー、文句なしの当たりだ。なお、どうにも止まらんだ。ふぅ、1点リードやっちゃったけど大丈夫だよね。大量自動得点はないと信じたい。安打を放ちます。6番バッターが打席に入ります。頑張れ大広くん。よしよしよし、ランナーが2塁に進んでいます。1塁ランナーは2塁に進んでいます。打ちました。いや、これは上げすぎ。どんまい、中間に上がった、掴みました。パワフェスチャレンジャーズ、なおもチャンスが続きます。極悪やる気マイナス2を狙う。初球を打ちました。なんだろう、須上由紀ちゃんに近いもの感じるわそれ。エッチのヒットを放っています。いや、オッケー。チャンス拡大。内野くんはさすがに苦しいか。どんまい。やべ、操作が飛んでる。太平楽高校、追う展開、迎える3回です。ここでバッターボックスは横田。2回の表操作全伸び。軽くポポーンと膝元見逃し三振。3回の表もワンアウトスタート。落ちる球見送ってボール。投げた、打ちました。投球操作回数を確保できない。まずいね。変化球ビンビンに切れています。インコースのボール逆を打って、これでスリーアウトチェンジ。打席には5番バッターが入ります。第9投げました。パワポケ R では極悪、極悪の妨害に助けられた。相手の調子を全員不調か絶不調。懐かしい。いや、今度はアウトか。大広くん、どんまい。太平楽高校、追う展開、迎える4回の表は来ましたね。そしてバッターは岡部。投げた、いいボールだ。変化球が切れています。打ちました。打球はセカンド。いや、取れない、惜しい。破った。天城三塁を狙う。天城三塁でストップ。ここ打ち取ることができれば5回の裏で対応点取れればワンチャンあるかもしれない。空振り。さあ、私なら最後はズバッと真っ向勝負です。打ちました。よしよしよし、これでアウトが3つ、攻守交代です。5点差、5点差ならばいける。第9を投げました。初球見送ってボール、カウント1ボール。投球これから2球目、ぶっ飛ばした。いや、ボールの下を叩いてホームラン、ナイス。ライトセンター見送った。5点差か。それパワフェスチャレンジャーズ、得点を上げ、ここからどう攻めるか。打席には5番バッターが入ります。パワフェスチャレンジャーズ、どうやらここは大打策に出るようです。さあ、打ちました。初球打ち、どうや、中間へ持っていきましたが、いや、ラッキーツーベース。一塁回って二塁へ。ゆきのツーベース。いや、どこにかさん。コンドラスタンプドームです。ソフトバンク、オスナに4年60億。投げました。初球を打ちました。いやー、でもオスナさんはもう、中継、いい当たり。それぐらいださんとメジャー流出しちゃいますね。初めてのヒットになりました。そして迎えるバッターは内野。ここで、これは悠々セーフ。盗塁成功です。太平楽高校。ここで前進。もう当然の金額なのかなと思いますね、オスナさんは。第3球投げた、低めボール球打った、三遊間のゴロ破っていった。中継、エッチのルイに先発転向はモイネロさんじゃなかったっけ。横溝投げた、初球を打った、ボールはライダーで勝ち。防御率0点台だもんな、オスナさん。ボールはコロリンコ。パワフェスチャレンジャー、この回3点目。それを2シーズン連続でやって、でメジャーからも声がかかっていて、フリーエージェント。ちょ、その失点と点差は聞いてない。変化球の奪三振だと、いや、誰か盗塁してない、記録は盗塁5 1 2 3 4。むしろ4なんだけど、まあ大広くんが盗塁してるから合計5。届かねえ。何かの間違いでいけないかな。またしても空振り。さあ、いよいよあと1球。
何かの間違いを信じよう。パワフェスチャレンジャー最後。記録通り。まあ筋力はどうでもいい、技術1ポイントがどう響くかですかね。まあちょっと時短のために技術1ポイントだけであるならばっていう感じでやっちゃいましたけど、この技術1点が足りんせいで守備100達成できなかったりとかしたら辛いな。いや、ワンダフォードラカツは2枚やれます。まあ言うてほんと技術1ポイントだけで済んでよかったです。オッケー、コンボ1個目、水野アンドユキノ。いやもうさすがにね、時間も時間ないの、巻きでいこう。シグレちゃんは多分使う機会ないかな。なるほど、キクドではないと。ここバンプ必須。あー今スルメ来るのか。まあ抽選箱使えばバンプ率は2分の 200%。 いや、大丈夫です。ただね、ちょっと待って、3回戦前にスカウトキクドアイラもしくは先駆けかな。いや、なんとかなるかな。とりあえず3回戦のイベントがまだ用意できてないんですよね。いや、信じよう。キクドアイラが来ることを信じて。バンプいきます。心強く。まあ、ヘッスラとホーム突入ぐらいは取ってもいいか。あとはラインドライブ。どうせ筋力は余る。おそらく3、400ポイントぐらい余りますね。外野ちょっと重視して、あれ、ファーストいなくね。あ、内山くんか。まあ、これいっか、やりましょう。山田、岡田です。クッパ城取り返すのも同じ目的。マリオが、そっか、クッパを助けるっていう、そういうストーリーなのか。面白そうだな。マリオのゲームとかここ数年やってないからね。先制のランナーが出ます。打席には2番バッターが入ります。またここらでマリオゲームを、まあ遊ぶっていうのも面白いかもしれない。てかさ、スーパーマリオサンシャインもう一回やりたいんよ。ああいうゲーム出ないかな。あれ本当革命的なゲームだったと思う。まあ当時 2D がね主流で、まあそういうゲームしかなかった状態の、そこでああいう 3D ゲームが出て、しかも水を使って遊ぶっていう面白い発想。ボール低めに攻めていきます。アイディアも素晴らしかった。さあ1球目投げました。よし、巻きでいくぞ。やべ、アキオ余計な力が入ったか。投球2球目、消防隊員。まあ確かにある意味あれは消防隊員だった。ファースト真正
足も取ってアウト。しかもさ、子供の教育にもいいよ、落書きを消すってね。シュートはボール。まあ落書きダメだよっていう、第2球を案にそういうことを子供にも教えるっていう、インコース引っ張った、取りました。親御さんからしても安心なゲームだったと思う。東道に、さあ初球打ちました、初球打ち、マジか、これでスリーアウトチャンジ。ヒットが出ねえ。0対0で迎える2回です。ここでバッターボックスは荻原、水野。いやでも投球操作の回数めちゃくちゃ多くて助かってるよ。きたー、これ大好き。セカンド素晴らしい。胸を。そしてバッターは、あー、クッパジュニア初登場、マジか、スーパーマリオサンシャインだったんだ。アウトコース低めいっぱいストライク。あのクッパジュニアが出たところのあのコース、あの遊園地のコースめっちゃ好きやった。カウント2-2。ジェットコースターみたいのに乗ってさ、ミサイルでどでかいクッパ人形みたいな、クッパロボットか、あれ攻撃するやつ。変化球ビンビンに切れています。低め空振り三振。最後はあのコース好きやったな、懐かしい。そしてバッターボックスは内山。スーパーマリオサンシャインはもう2周したな、2周、2周か3周しましたね。そして迎えるバッターは当時懐かしい。打った、シモン掴んだ、一塁へ送る、アウト、これで3アウト。初球は、初球を打ちました。いやでもそこから一塁送球アウト。そっか、スーパーマリオサンシャインが多分一番最後のゲームだわ、学生時代の。0対0で迎える4回です。ここでバッターは荻原、水野、気を引き締め。だからより思い出に残ってんのか。投げました、打った、ボール取って、これで3アウトチェンジ。4回の、0対0で迎える4回です。東堂が打席でハッスルして、マリオサンシャインはボスパックンのところで止まってる。そこで止まる要素ある。ランナーは2塁に進みました。投げた、よいしょ、引っ張った、三遊間ライダー破っていった、ボールは、まあ、最後のあの溶岩のところはなんかマリオらしさありましたね。第9球、一気に2人走ってきた、ボールを三塁へ送った、盗塁成功。ランナーがそれぞれ、でもそこまで行くんやったらもうエンディングも見てほしい。打ちました、一塁線切れてファール。さあ外してくるのか。あとそう、スーパーマリオギャラクシーも面白いんだっけ。前話は聞いたけど結局やらなかったな。第9投げた、アウトコース流していく、ファウル。第2球投げました、任天堂スイッチか。第3球を投げました、バットを出しません、ボール、これは完全にボールです。投げた、なんかもうリングフィットやるだけのためのゲーム機になってますね今。第5球を投げた。なんかやろ、なんかソフト買うか。さあ初球、落ちるスライダーはボール、低め攻めてきます。まあ最後にやったのがポケモンだもんな。投げました、打ちました、ヒット、センター前ヒットになった。水野ヒットを放ちました。クッパジュニアがすごく純粋、子供として可愛いっすよね。点差を広げていきたい。お父さんと遊んでほしかったんだ僕。第2球はさあ発射した、共感持てるし、盗塁成功。ランナーが2塁に進んでいます。あー、ギャラクシーめっちゃ面白いんだ。一塁ランナーは2塁に進んでいます。そう、神ゲーだっていう話はよく聞く。投球これから3球目、打った、いい当たりだ、レッグ前、クリーンヒット、やべ、クリーンヒットだ。さあ神ゲーがやりたい。しっかりとした足取りで打席に入ります。このままドン、2塁セーブ。マリオのゲームは当たり外れが多いとかっていう話も聞くからさ、マリオゲーだったらもうスーパーマリオサンシャインと同じレベルの神ゲーを遊びたいですね。今マリオの最後そのゲーム一番最後にやったのが、まあ、サンシャインなんで、その時の記憶がこう強く残ってるんですよね。マリオは面白いと。次が4球目、投げました、外れた、ボール、カウント、あの時のこう楽しかった記憶でのこもう止まってるからさ、その次やるんやったらやっぱそのレベルの神ゲーじゃないとやりたくないみたいな。3塁ランナーホーム
謎の感情が生まれてしまっている。第9球投げた、見送ってボール。さあ次の球、ボール外れた、カウント2。まあギャラクシーが神ゲーならやるか。打った、1、2塁間のゴロ、抜けた。アンダーテイル、アンダーテイルってなんだ、初めて聞きましたね。ヒットになった。パワフェスチャレンジャーズ、なおもチャンスが続きます。初球を打った、ね、レフトへ上がった、抑えた、止まれ、ボールは中継、やべ、いやでも行こう。三塁ランナーホームイン、パワフェスチャレンジャーズリードを3点。失点しなかったら経験点マックス、まあですよね。バンク高校追う展開、迎える7回です。8番バッターが打席に入ります。あ、そうだ、思い出した、この試合3点差で勝つか2点差で勝つかの選択肢。まああれか、スカウト千賀くん来てるんだったら3回戦帝王でコンボあるけど、来てなかったら。ユキのヒット、ここでバッターボックスは神保、ユキの立て直すことができる。まあスカウト菊平しかないのか。となったら3回戦レジェンドルート。ストレートはボール、パワフェスチャレンジャーズ同点の外角低め、見逃し三振。レジェンドルートで可能性がある。実に痺れるピッチングです。3点差以上取っていこうか。際どい打球、センター前、フリーキット、抑止力がなかった。三塁回った、マークは同点。いや頑張っております。マリオカートね、昔64のマリオカートやってたんですけど、なんかなんだっけ、あのゲームキューブのマリオカートあたりからちょっとなんか違うなって感じになってやらなくなっちゃったんですよね。で高校時代に友達の家で、まあ Wii のマリオカートをやらせてもらったことあるんですけど、なんかそのあたりからマリオカートはちょっと違うなって感じになってしまった。あとスマブラと、スマブラも64の時のスマブラがな、操作性がなんかちょっと謎に違うような感じがして、何なんだろう、思い出補正もあんのかな。アンダーテイルは記憶を消してもう一回やりたいという、いやそのレベルか、マジか。アンダーテイル名前覚えておきます。攻守交代です。スーパーマリオ RPG 懐かしすぎてえぐい。もう1点取るためになんとか初球を打ちました、ヒット。いやまあそういうスーパーマリオ RPG、 ではあなんだっけ、前作神ゲーだったんだっけ、しっかりとした足取りで打席に入ります。でそのリメイクでしたっけ、これは悠々性、神ゲーじゃないわけがない。インコース、ボール、投球これから3球目。お、どうだ、三遊間ライナーで破った、呪い、ナイスだバンキュー。東堂が打席でハッスルしてくれます。いやでもね、マリオカートに関しては64の方は本当にすごくやり込みましたよ。あの巷で噂の、当時学校でこうね噂になってた、あのショートカットの方法とか聞いた限りのやつ全部試したし楽しかったな。いやこんな無理だろうみたいな、そういうショートカットの方法とかもあって、いやめっちゃ楽しかったっすね。さあ勝負してくるのか、外れた、ボール、ツーツー、栄光カウント。おっと、どうだ、さあこれは犠牲フライとなるでしょうか。ライト前に取りました。パワプロマネージャーにピーチ姫ピーチ姫がマネージャーだったならば逆に怖い。第2球は、あ、でも冷静に考えたらさ、パワプロのマネージャーでお姫様、ガチのお姫様っていなくない、今まで。千代姫さんは選手か、いるか、いるな
あと言うて全財ちゃんもまあ姫言うたら姫やもんね。それでは先ほど、あでもそれぐらい。ダンプ高校、何としても得点を上げたい9回です。そしてバッターは神保、投げました、打ちました、いい当たり、レフト前、よくしよくある、ナイス。カレン姫カレンちゃん姫なんか、いやカレンちゃんはさ、ほら一国のお姫様じゃないから。投げました、打った、切れていきます、ファール。次はどう攻めるのか。ガチのお姫様は言ったら全財ちゃん、千代姫がよくわかんねえな。千代姫も城のお姫様だっけ、でガチのお姫様なんかな。なんかでも西洋のさ、お姫様キャラクターっていない気がする。作ってもいいんじゃねえの、ピーチ姫みたいな。よっしゃ、これはでかい。さあ3点差以上が必要なんだ。アイアンボディ、サンドストーム、見送ってボール、カウント1ボール2ストライク。よっしゃ、パワフェスチャレンジ、信じられるのはサンドストーム。ありがとうございました。うん、内野安打丸はでかい。お願いします、スカウト菊平、もうそこ信じよう。まあ、もしくはスカウト、輝き星矢、輝き星矢くんでもありですね。さあ OK、 おゆっくりどうぞ。わがま財団ルートか、サクセスキャラで西洋のお姫様キャラクター現状いないかもしれない。昔は新庄っていうそれっぽい見た目の男キャラはいた。新庄がなんだっけ、なんか前聞いたことあるな、守備力がものすごい低いとか。で逆か、守備力がめちゃくちゃ高いんか。よっしゃ、聞くとはいらんがと。はあ、神は言っている、ここで決めろと。来ました、キクドアイラという姫がここに来た。はあ、藤川球児会全然出なかったのに、ヤシ作成は結構出るんか。いや、ありがとうございます。これで3回戦完全フリー。で3回戦わがま財団なんで、わがま財団だよね。いや、ちょっと待って、あ、わがま財団いた、 OK。西洋、あーでも千賀くん来てないんだ、なるほど。どうすっかな、帝王潰しておいた方がいい気もするんだけどな。帝王ここで負ける、まあでもどちらにせよ、いやこれは怖い。4回戦イビル高校だったら一応コンボあるんですよ。ただ帝王が勝ち残ってしまったらかなり苦しいっすね。ただ帝王が3回戦で負けてくれるんだったら、わがま財団行くことによって、まあ、チャンスの書ももらえるし、基礎経験点多いし、あとシャイニングバスターズでも4回戦コンボの可能性が生まれる。コンボ確率4分の2になるんですよね。
で帝王は意外とね3回戦で負けることが多い。4回戦まで勝ち残ることは、いやでもある半々ぐらい、 50% で勝ち上がり 50% で勝ち上がらないみたいな、こんな感じかな。うわマジで選択肢だこれ。とりあえずパワー50に上げます。いやどうしよう。なお空です。作成頑張ってきます。まあ、村雨坂田の可能性もまだ一応スカウト村雨からあるか。トリマ総力、総力も40にしとこう。いや補給でいっか。3回戦でのコンボが作れない、頑張るしかない。3回戦補給いくつだっけ。一旦80。信じましょう。わがまま行きます。もうどうせ確率なんやからどうせ確率なんやったらやれることはあれやれ、より経験点が多い方を狙う、ただそれだけ。まさかの矢部くんが調子がいい。東堂真昼使えないかな。行くか。いやそうなんですよ、千賀くんがスカウトで来てくれたら4回戦帝王が普通に大当たり。さあ浜辺さん俺に、まあもう全ては全ては確率なんで。投げました、インハイギリギリいっぱいストライク。まずは入れてきました。どうせやったら一番ね、一番経験点の多いそういったルートを選択したい。いい当たりだ、二遊間ライナー破っていった。ユキのヒットを許します。ノーアウトで先制のランナー。3回戦守るが、3回連続で守るが次のサイで邪魔をしてくる。守るの邪魔はあるある。これは見送ってボール、カウントワンボールワンストライク。キャッチャーここは投げません。さすがにこの選手の足は油断なりません。どれを選んでもね、うまくいかない可能性があるんで。さあ次で決められるか。それだったらもう一番経験点が多いところ行こう。初球はボール外れた、打ちました。三遊間よし、あと取れない、レフトへ転がっていく。ヒットになってしまった。いい肩力。パワフェスチャレンジャーズダイヤ人はゲッツー体制。第2球は、キレッキレの変化球で空振りを奪います。怖っ、引っ張った、ぐーんと伸びて左に切れていけました。集めた、二塁はセーフ、ランナーを二塁に進められてしまいました。打った、まあアウトは2個取れました。パワフェスチャレンジャー先制点を奪われました。現れ、2失点ペナルティー普通に痛い。第9投げました、ミオストレート、見送ってボール、カウントワンボール。カジノでラッキーセブン当たった気分。ライト前ヒット、当てればいいんだよ。かっこよさを。さあここは矢部の足にも注目です。勝ち筋がね、ラッキーセブンしかもし仮になかったとしても、これは楽々セーブ、それを当てれば勝ちなんだよ。一塁ランナー、そういうことだよね。進みました、当てればいい。ボールはライナーで左中間へ、ヒットになります誰かが言っていた、当たるか当たらないか2つに1つ。
初球はランナー用意ぞ。よっしゃ、チェンジアップ信じた結果盗塁成功、ありがとうございます。ランナーが3塁、2塁ランナーは3塁に進んでいます。チェンジアップ空振り、チェンジアップに全くタイミングが合いません。投げた、高く上がった、上げてしまっている、掴みました、呪い失敗進行、これでワンアウト。さあ1球目投げました、バットを出しません、ボール、カウントワンボール。明神負傷でよかったですね。打ちました、いい当たり、いやナイスと破った、パワフルチャレンジャー。まあ、ただ初球でちょっと打ちに行きすぎてるんでスタミナはそんなに削れてない。打者4人で9球、初球を打った、センター前ヒット。まあでもヒット出るときに打っていこう。いい当たりだ。さあ初球外れた、ボール、カウントワンボール。投球これから2球目、ミオストレートはストライク、また守る、4連続。第3球投げた、お大事にしてください。それは運命力の処方箋出しておきます。ナイスヒットです。パワフェスチャレンジャーズ、なおもチャンスが続きます。見送ってボール、運命を信じて。第2球はチェンジアップ空振り、6人で15球よくないな。外れた、慎重に攻めてきます。第4球は打ちました。さあ、ゲッツーになる。どうもこんばんは。光の速さで突っ走れ、ドラミチックにやります。もう走り抜けるしかないんやって。ここでバッターは諸星ゆきのランナーを進めさせるわけに。なんせ菊戸彩がちゃんと出てきてくれた。そこ信じよう。ゆきのヒットを打たれます。パワフェスチャレンジャーピンチを迎え、怖、ここインコース低めストライク、少し気遅れしたか、打ちました、いい当たり。だあ、ショートの守備力上げときゃよかった。中野島まずいっすね。パワフェスチャレンジャー勝ち越しを許します。失点ペナルティーが 3回の表、操作打ち取り0。諸井がしっかりとした足取りで打席に入ります。投げた、内角低め見送って、落ち着いて第2球を投げました。これはボール、攻めてきました25球。インサイドストライク、ワンボールツーストライク。さあ次は何で来るか。いいコース。いや、内藤じゃ走れねえ。迎える3回です。さあハイズか、感覚を極限まで研ぎ澄まします。振り出しに戻したいところ。東堂ではなくハイズかを使った海をここで出してほしいけど。カウント2ボール2ストライク。よし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 、ミオストレート真ん中に来た。今のわがま財団、追う展開、迎える4回です。打ちました、初球、okay. 一塁へ送る、アウト、これで3アウト。いや、東堂真昼じゃあはいかなかったですね。東堂真昼じゃなくてハイズカ取っといて本当に良かったです。わがま財団スタメン、ハイズカ大当たり。さあ明神、まあ、初回のねサードゴロハイズが取れなかったんだけど、東堂真昼だったら多分取れてたと思う。だからまあどっちもどっちかな。さあ打席には魅惑の矢部昭雄です。よいしょ、ハイズがまだエラー取れてなくて恐怖。まあまだ補給も F だしね、そんなレベルではない。いや、ナイス、絶好調、弾道プラス1、矢部昭雄。まあ、レベルが上がれば日野くんもハイズかも。お QF で赤徳エラー消えるんで悪くはない。そう、悪くはないんです。呪い一塁回って二塁へ、呪い素敵な二塁打を放ちます。さあ1球目投げました、初球を打ちました。いや、いいとこ打つね。ただツーベースいけるかどうかの差はでかい。いや、無理か。やっちまった。打席にはキューティーアイアンボディ、内藤メールが来てくれています。これはやっちまった。打
ちました。56球でスタミナが8割削ってる。スタミナです。マジか。え、不調効果強いな。スタミナ S99 球が57球でスタミナ8割近く削れる。流れは来てる。ヒノ君の両親レベルでエラー削除。ヒノ君の固有赤徳じゃなかったみたいですよ。まあ、ちなみに蝶野さんの負けるんだっけ、軽い球だっけ、どっちかは消えません。あいつはもうどうしようもないです。レベル13になっても赤徳が消えきらない。それが蝶野。もう固有赤徳言うても本当にいいレベル。あ、やべ、やっちまった。クロスプレイ、タッチアウト、スリーアウトチェンジ。前半、あ、よかった。我が財団追う展開。ちゃんと操作来てくれた。打席の中野島、相手をじっくり観察します。外のボール球打った、センター前。いや、点差が縮まってきてくれたから来た投球操作。横田、三塁でありがとうございます。我が財団を起用してくるようです。打った、初球打ち。自動失点に救われたな。ただし勝ち越されたら辛い。追いつかれました。お前、続いて一塁ランナーもホームイン。パワフェスチャレンジャー。今日のさ、メンタルは強い。迎える6回です。さあ、まあ、確かに長野のメンタルは、まあ、悪くはないんか。軽い球と負けるだけですよね。さあ、あいつは言うてそれだけ。初球はシンター空振り。第2球投げました。お、どうだ。よなしと三塁へ向かう。抜けた。ちょっと投球操作で打たれてるの響いてますね。筋力と技術が届いてない。盗塁も失敗。どんまい。刺されました。盗塁失敗。おっ、これはお風強。内藤メールでツーベースは経験点的にめちゃくちゃでかい。いいね。まあ、8回の表アウト3つ取れれば。いや、これも風ないっす。あれ、アウト3つ取れれば4点差でいけますね。アウト2個の場合は5点差、アウト1個の場合は6点差が必要。信じてみる。いや、めっちゃいい。ツーベースが続いてる。いい流れが続いてる。3打席連続ツーベース。と3回戦前夜祭帝王勝ち残りでワンチャンあるルート。頑張ってください。帝王ルート、こちらも3回戦帝王。逆に勝ち上がっちゃってる。スカウト千賀君来たらマジで神。むしろ帝王勝ち上がってくれて最高ってなりましたよ。いや、そこはそこで言うたら怖いな。ちょっと待って、アウトが必要なんだ。ホールスは打者を威圧しています。二塁はセーフ。嫌なところで盗塁を決められてしまいました。ボール外れた。パワフェスチャレンジャーピンチの場面。ワンアウトランナー二塁三塁。直球見送ってボール。フルカウントになった。よしよし。カードバチコン。これでツーアウト。わがま財団。どうやらここは大打席に出るようです。バッターは篠田。投げました。これで6点差で生まれた。外れました。チャンスが生まれました。さあ、勝負してくるのか。打った。ファウル。第5球は打ちました。オッケー。これでアウトが3つ。これで5点差でも OK か。8回の表、わがま、バッターは8番ホールスワン。さあ、1球目投げた。バットを出しません。打順は8番。カウント1ボール。第2球は打った。よし、長打警戒じゃないけど助かる。ナイスヒット。ここはきっちりとランナーを5点取るか無得点か。外れた。ボール。4者連続ヒットぐらいできれば。ナイス。
手。いや、これはもう5点差狙おう。さあ、矢部の時間がやってまいりました。さあ、遠慮はいらない。ナチュラルシュートでやんさい。いや、今度はどうです。あ、おやすみなさい。恐れです。もう頑張りますよ。ここで勝ち越しました。このイニングで上限182点を超えていく。このまま、よっしゃ、落とせ、ナイス。来ましたね。あと2点取ったら超える。まずは1塁牽制、2塁送球、3塁へ、タッチアウト。お前か。さあ、1球目投げました。打ちました。初球打ち、よしよしよし。セカンド呪い。動き始めが遅い。掘りすぎ、一塁回って大丈夫だね。掘りすぎ、ツーベース。今日このツーベースも言うてでかい。顔色も良好です。打席にはキューティーアイアンボディ。3点差で超えるか。が来てくれています。投げた。あ、高く上がってます。前進守備のファーストやっちまったな。一塁キャンパスの手前、取りました。これでツーアウト。さあ、ハイズか。感覚を極限まで研ぎ澄ます。高速シュートとナチュラルシュートとフォーク。なんとサイクルヒット達成です。見送ってボール。スリーベースでサイクルヒット達成。直球空振り。よし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 。はあ、これで経験点マックス到達。1失点しても OK。 ありがとうございます。そのままベースに入ってアウト。パワフルチャレンジャー。いや、めっちゃいいペースで3回戦乗り越えた。スカウト率 98.4%。 高っ。まあですね、まあ、とりあえずまず3回戦コンボ見よう。まあ、3つ目のコンボイベント。ではこちらへどうぞ。ゲームセンター。掘りすぎ人形当たらない。どんまい。いや、コンボ3つ目、ホールサン4世と菊平。このイベントで金徳外角質打、低球質打の外角質打でストライクゾーン9分の5の打球速度アップ。ありがとうございます。これは強い。で、果たしてどうや。はい、4回戦低評価。最強大学でもコンボあるんだけどな。ちょっと待ってね。現在 B マイナス。大豪月様取ってナルミルートある。まあ、基礎骨もらえるしね、悪くはないんですよ。ただ問題はナルミまで届くかどうか。この辺取っといて、高速ベースランも取っちゃおうか。え、何あげよう。肩がそこまで高くない。肩優先的に。え、パワー53だっけ。 B プラス、あとちょっと。あんま敏捷使いたくないんだけどな。ちょっと待ってくださいね。井端さん、パワープロ公式能力。あ、チャンスの書か。ありがとうございます。ほんまや、忘れてました。岩田さん、ミート69、パワー53、肩65、補給79。まだ B プラス。
30だったら使おうか。守備力 D、 まだ B プラス979、まだ B プラス。そうっすね、プール行ってないからワガマちゃん取れてないですね。プールイベントが必要だった。ゲームセンター行っちゃったんで、まあそれはしゃあない、まあ、悩んだ丸も先取っちゃっていいか。まだ B プラス、とりあえず走力 D、 まだ B プラス、やばい。どうしよう。基礎値上げたらどうなる？基礎値の方が伸びるな。パワー59ぐらいまでのありか。まだ B プラス。永遠と B プラスじゃねえか。はい、B プラスでいけないんかな。どうなんだろう。まあやれることはやった。ダメかな、届かない気がする。まあ、阿部日の中之島優先しようか。 B プラスでダメって結構きついぞ。なるみ、おめえってやつはよ。まあこれでいきます。4回戦最強大学戦で結構基礎骨とか、あとプルヒノシとかもらえるんで、強いっちゃ強いんですよね。ただ問題は千賀君来てなかったんで、スカウトが取れてない。打ちました、ファウル。ボールカウント、ノーボール、ワンストライク。投げました、いいボールだ。変化球が切れています。縦のスライダー見送ってボール。カウント、ワンボール、ツーストライク。内角ボール球打った。よし、とりあえず初手進塁だ。結果はヒットだ。初手出塁 OK です。もちろんランナーの足にも警戒です。第2球を投げました。上限点は208点なんだか。クリーンヒット、猫髪、二塁回って。危ねえ。蛇島、いやきついな。ツーベースヒット。パワフェスチャレンジャーズ、ピンチを迎えます。そして迎えるバッターは津田。シモン、厳しい立ち上がりになっ、直球の抜いていった。蛇島、三塁回った。もう一点お願いします。2点入りました。2対0、セナ一気に三塁。ボール乾燥が始まってる。うおー、セナ一気にホームへ。いただけません、ラン。さあ第9投げた。まずいっすね。初回経験点打ち取りゼロ。これはボール。さあ3球目、これは抜走。脱走、もろいがまさかの脱走。外れた。第5球、
投げました。いや、わからん、一人でダッシュマンと競争してたんかもしれん。さあこれで決まるのか。打った、ファウル。第7球、あ、いやー、ベリアンス球速は135キロか。まずは初球、あ、それダメな、マジ。レフトの左にボールが上がっている。掴みました。これで2アウト。全てが裏目になっている。投げました、空振り。フルスイング。球速135キロ遅すぎる。第2球を投げました。おっと、すっぽ抜け。余計な力が入ったか。投げた、落ちる。早く振りすぎてんね。バッター追い込まれた。さあ次は何で来るか。よし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 、文句なしの当たりだ。見上げた。ようやくタイミングがあった。まずは初球、まあ、初回投球操作アウト取れなかったんで、そこで稼げなかった分の筋力ポイントをこのホームランで稼いでいく。いやー、群道強え。群道が5番にいるありがたみ。これは見送ってボール。第3球はぶっ飛ばした。うわ、なしの当たりだ。いらっしゃいませ。タイミングが合ってきた。初球は、ほっと、これはダメか。アウト、スリーアウトチェンジ。オッケーです。同点で迎える2回です。ここでバッターは、それを待っていたバントナイス。初球から送ってきました。ナイス。フォースアウト。ランナー進塁を。いいね、進塁させない、これ大事。これでワンアウト。さあ打席で猫神が狙いを定めます。打ちました。モテモテの当たりはサードゴロ。もう一個、セカンド、フォースアウト。これでツーアウト。さあ蛇島が打席で不敵な表情。打ちました。まあ、2イニングで1人アウト3つなんで、アウト。これでスリーアウト。とりあえず戻したかな。たまらないゲーム展開となってきました。パワフェスチャレンジャーズ勝ち越しの。呪い、そして盗塁成功。ナイス盗塁成功です。2塁ランナーは3塁に進みました。ホームランで筋力ポイント、投球操作変化球、一人で技術ポイント、盗塁で敏捷ポイント。ひとまず流れとしては完璧なんだけど、そのファーストライナーは効いてない。第2球を投げた、シンカー見送ってボール、カウント2ボール。第3球はどう。打ちました。いや、OK。相手のセンターは村雨ではない。いいバッティングを見せました。ありがとうございます。パワフェスチャレンジャーズ、なおもチャンスが続きます。2塁セーフ。矢部がヒットになった理由、相手のセンターが村雨ではなかったため。打った、セカンド、これは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。2回、一度、さあ初球外れた、ボール。おっすね、この遠沢を抑えることができるかどうか。ワンボール、ワンボール。さあ勝負してくるのか。さあ仕留められるか。振らねえ。いいコースですが外れています。シュート外れた、フォアボール。これは第1球投げました。少しまずい。バレット空振り。うーん、抜群の切れ味。バッター動く。よっしゃ、スライダー空振り三振。うん、ナイス。さあここでバッターボックスは、先ほどヒット、初球を打ちました。いや、やべ、ナイス、やべ、今日セカンドへ送球。2アウトランナー1塁3塁に変わります。ここで大丈夫、経験点ペースは戻ってきてる。投げました、アウトサイドボール抜けました。力みすぎてしまったか。うわ、いいとこ打つな。ヒットになります。パワフェスチャレンジャー勝ち越しを許します。走ってくれない。4対3。さあさあ初球、シンカー空振り。打てるホームラン1本だけか。ちょっと待ってね、またタイミングずれてる。これはスタンドに入るか。オーマイガー、これは入っていた。パワフェスチャレンジャーズ、追う展開、迎える3回です。さあ群道、その名の通りチームを導けるか。ランナーを返すことに集中したい。打てるホームラン1本だけをここで打ってしまった。どうにも止まらん。リフル。マウン。さあシモンが狩りを始めるがごとくの表情です。自動得点が怖い。
カウントワンボール打っていい当たりだ掴みましたこれでワンアウトあっとまずいこれビューティーアイアンボディナイトメールが来た初球を打ったちょっと待って落ち着こうこのイニングで盗塁3つやらないとこれでワンアウトさあ軍道経験点マックスいけない可能性がすごく高まる打ちました初球打ちダメかこれでツーアウト打席の中野島相手をじっくり観察します投球これから2球目打ったお願いしますヒットを打たせてください打った痛烈な当たりいやもう3つ目のアウトチェンジです阿部ヒってなんだよまあそうなるわな慶応実業OK です延長いきますうーわ延長戦で敏捷150点必要マジ言うたら4失点ペナルティの点差ゼロいやーマジかバッテリーここは勝負を避けましたさあ打席で猫髪が狙いを定めます5回の裏に盗塁6つが必要だった投げたなんと3球目もウエスト厳しすぎひんそれはさすがに山本ら岡田です投球これから2球目もっとこれも外しますいやー初回ホームラン3連発やっちゃったの痛かったっすねバッテリーここは勝負を避けあのせいで初回敏捷稼げずここまで2安打の津田いやー戦略ミスったなしかもレフトライナーセンターライナーが5回の裏に出るという敬遠で押し出しを選択点を与えてもこの打者との勝負を避けた第3球をまずい行くしかねえ、まあ、でもラミーちゃん使ってるんでね延長戦タイブレイクからの多分中東は決めることできると思う2塁ランナーが内藤メールとかじゃない限り中東はできるたぶん大丈夫打ちましたファウル投球2球目まあキャッチャー猫だし投げましたこれはボール低めに攻めていきますいや大丈夫なんかな投げましたバットを出しませんめっちゃ心配だないいコースですがわずかに外打ったこれは内野へのフライだいやナイスフライアウトこれで3アウトチェンジ9回の表が2イニング飛ばされすぎた結果が今のこの状態チームを導けるか頼むぜマジでようやくミヒト打ち成功セカンドへ放り投げるいや今度はどうもです打席の中野島いや今日はもう侍ジャパン戦見てからの生放送ですこれは楽々セーブ盗塁数慶応実業19時スタートやめてほしいな第3球投げたまあ多分台湾とかそこの時差に合わせてるんだとは思うけど頑張れしゃーナイスセーフー記録通り5盗塁うわうまいそれ当たりでしたがピッチ初球は紫エフェクトやめろ掴みましたこれでツーアウトそしてバッターはコールスワン舞台はこれで整いました初球を打ったバットの先の方がヒット率は高いオッケーいやもう本当信じられなくなってきましたねさあ打席には若干ボールの上叩こうか打ちました初球いやでもゴロヒットは難しいかスリーアウトピッチャー盗塁してたらいいんだけどゲームはただ自分的にはプレイヤー操作時は多分盗塁ピッチャーで走らせてなかったしバッター反応できませんシモン君走らせてなかったよね確か打ちました取りましたフライアウトに救われてるこれでワンアウトワンアウトランナーそのまま一塁二塁ですコンピューター走ってくれてないかなシモン全身全霊で阻止していただきたい外れたボールさっき9回の表確認しときゃよかった
いやナイスライナーアウトかける2。フライライナーアウトでさ敏捷稼いでる。いや今度はどうです。パワフェスチャレンジャーズピンチの場面、2アウトランナー1塁2塁。いやもう内野陣は鉄壁。中野島軽やかにさばいてみせます。こっからか。上限点208点。返さる方得ねえ。初球はランナー動いた、ダブルスチール。明神をここで起用、もったいねえこの使い方。慶応実業ここで前進守備を敷きます。走らせたいから明神起用。さよならか。ホームへ送球。明神明神タッチはアウト。いやまだ参る。ランアウトランナー一塁二塁に走ろうぜ。さあ初球ダブルのスティール、ナイス。ボールを三塁へ送った。これは悠々セーブ、盗塁成功です。では改めてホームラン打ってもまだ止めないか。満塁が必要。あっと危ない、間一発かわした。しかもヒットでの満塁が必要だね。投げました、打った。フォアボールやエラーだとこのイニングは投げた。お、どうだ。超えなくなってしまう。掴みました。またレフトライナー。なおもチャンスが続きます。ツーアウトランナーそのまま二塁三塁です。よし今度こそヒットナイス。さよならか。これでホームラン打ったら148点の4点差ボラス。あれ全然超えないじゃん。はい、まあ11回の裏軍道スタートでいっか。タッチアウト。ではこんばんは、安友です。桃鉄ワールドに阪神がもてなの物件があった。ちなみに価格は33億で利益は 4%。 絶対狙ってるだろそれ。いやでも2023年もう超えましたからね。阪神日本一38年ぶりでしたっけ。打ちました。アールグラウンド。いやナイスアウト。しています。パワフェスチャレンジャーズピンチが続きます。ツーアウトランナーそのまま一塁二塁です。さあ蛇島が大丈夫いける。これはすっぽ抜けたボール、余計な力が入った。ナイスミオストレート。見逃し三振。さあ軍道その名の通り3点差なら超える。まずは初球。11回の裏ノーアウトからホームランチャレンジ。ようやく強振縛り解禁。あよしナイスな当たりが飛んで、やめろ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 、あぶねえ怖っ。中継軍道塁に出ています。ああその時ドラミは思い出した、エンタイトルツーベースの恐怖を。第2球投げました。落ち着いて。シュートはボール。低め攻めてきます。投球これから3球目。高速ツーボールね。押し出しはゲームオーバー。ねスライダーかシュートじゃないんかそれ。危ねえ怖えフェンス怖え。アウト。三塁セーフ。パワフェ。ワンアウト満塁です。さあ迎え撃つのはチャレンジャー。パワーを上げたし調子好調、弾道 0.5 プラス。ストレートはボール、チャンスあるぞワンチャン。第3球は見送ってボール、エンタイトルフィッシュボール。さあ4球目怖い、ナイスど真ん中。さあ主人公が決めたこの試合ホームラン5本。もう初回にホームラン3本打つのやめましょう。こういうことになってしまう。いや主役フェスティバルありがとうございます。ブエーイありがとうございます。あーめっちゃ怖かった。もうここは基礎骨優先でいっか。わーわーわー、さあどうでしょう。試合前は B プラスでした。チームランク試合前 B プラス。
もちろんロン行っちゃったりやんすね。トゥルルー、こうしてなるみくんの存在がなくなった。はあ、えぐいっすね。厳しいっすね。わがま言ったとしてもっていう、いや苦しすぎるでしょ。まあということで、はい、本日この辺で終わりたいなと思います。いやー、井端さん作成3日目か。まあ次回こそコンボ4つ揃いますようにということで、ご視聴ありがとうございました。おつらです。失礼します。バイバイ。